4分間のマリーゴールド。6.2%。それが第4話の視聴率。第3話の7.6%からさらに1.4ポイントも落としてね。とにかく右肩下がりが止まらない。その要因に関して、ウェブサイトザクザク10月31日付ではこんな解説が。 俳優福士壮太が主演を務め、女優七尾がヒロインを演じる、4分間のマリーゴールドが早くも視聴率1桁台に突入し、苦戦を強いられている。そんな中、局内では早くも戦略ミスを指摘する声が浮上しているという。二人の他、イケメン俳優としてブレイク中の横浜流星も出演。 これまで悪女役を熱演してきた七尾が、青春派のヒロインを演じることなどもあり、注目されていた。しかし初回こそ、平均視聴率10.3%と、二桁の大台に乗るも、第2話は7.8%、第3話は7.6%と右肩下がり、厳しい状況について、同局関係者はこう語る。 七尾さんは今回ナチュラル系のヒロインらしく前髪をバッサリと切ったニューヘアスタイルで臨むなど意欲満々です一方これまでの作品で見せてきた悪女役のイメージが強く原作ファンからもキャスティングに疑問の声が上がっていましたさらにドラマの番宣のためにゲスト出演したバラエティ番組での告白にも厳しい声が 七尾は10月12日放送の人生最高レストランで一押しの店として埼玉県の焼肉店を紹介。自身も昔アルバイトしていた店で、その当時バイト仲間と交際に発展するも芸能界の仕事にちゃんと専念して本気でやるために渋々別れてもらった年下積み時代の恋愛話を告白して話題となったが、 七尾さんは過去に西川隆則さんとの交際で知名度を高め、女優に転身後も、間宮祥太郎さんや菅田正樹さんら、年下俳優とのお泊りデートが報じられるなど、恋に奔放な印象があります。福士さんや横浜さんのファンには、七尾さんとの共演にヒヤヒヤしている人もいるようですしね。 告白内容は悪くなかったのですが、身内に手をつけた恋愛感が生々しすぎて熱湯トをざわつかせました。とのこと。七尾にしてみれば、自身の過去の恋バナは、ドラマを盛り上げるためのリップサービスだったのかもしれないが、ここから先、裏目に出ないことを祈るばかりだ。なるほどね。うん。で、ちなみに内容に関してはね、 ウェブサイト、リアルサウンド映画部む、11月2日付によると、気持ちを伝え合った、ミコトとサラは、秘密で恋を育む。そんな時、ヒロウミの提案で、花巻家はお祭りに行くことに。レンだけは過去の恋を引きずり、お祭りに行くのを堅くなに拒否したが、ミコト、サラ、アイ、ヒロウミ、そして愛犬のシロは、意気揚々と出かけていった。 お祭りで、美琴とサラには、これからの恋をどう育むか、話すチャンスができる。しかし、美琴は、話の流れで、サラと手を合わせたために、また、サラの運命を見てしまうことになり、思わず浮かない表情に。心配するサラだが、美琴は、そんなサラにキスをする。すると、シロが逃げたと聞いて、町に探しに出かけていたレンが、偶然そのキスを目撃してしまう。 怒りが収まらない連は、後日みことに、サラが好きかと詰め寄り、好きだよと答えるみこに対して、だったら俺はお前の家族を辞めると衝撃的な言葉を残すのであった。みこはその後、研修中の病院で出会った患者の、家族が家族じゃなくなるのなんて一瞬ですという言葉にハッとする。 自身がかけられたレンからの言葉と重ね、家族のあり方を考えるのであった。しかし、ミコトはサラも、そしてレンやアイのことも諦めない。一瞬でそうなるなんて嘘だった。俺はレン兄を家族を諦めない。そして、死の運命を背負ったサラのことも、と決意し、レンにサラが28歳の誕生日で死ぬ、という運命を告白する。 ようやく結ばれた秘密の恋は一瞬にして家族を壊しかねない大きな問題へと発展してしまう幸せな時間もつかの間サラとミコトの甘い時間はすぐに終わってしまったそれぞれのキャラクターが魅力的で生き生きとしているため複雑で悲しい運命から目を背けたくなってしまうしかし花巻家はそんなサラの運命にも果敢に立ち向かおうとしているうん ということで、とにもかにも4分間のマリーゴールド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。